かがりの声を担当いたしました朝倉えねです。皆さん今上映後ということでよろしいですか。はい、見ていただいたと思うのでちょっとネタバレ全開で取材の方はネタバレしすぎずに書いていただきたいなと思いつつ、はい、喋っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、アメア役ゆきあおいです。よろしくお願いします。楽しんでてください。ありがとうございます。何名か実写の人がいますね。お実写のもう私は今ゆうきあおいさんのことを見ているいややめてくださいよ。バカ実写だ。実写いやですね。すごい、だって髪型も、うん、メガネもさすが上手くてらっしゃる。いやいやいや、戻ってきて本当にこのまま聞いてたい。ファン差が過ぎるよいや、キャラデが似すぎてて笑っちゃった。いやそう、本当にびっくりしました。オーディションで見た時からえ、キャラデ似すぎじゃん思いましたね。え、冷静に見せたいけど冷静じゃないです今も。はい、そうなんですか。ドキドキしてます。いや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 、そう、緊張しいだし、なんか格もああありたいなって、椎名みたいにありたいなって思ってます。いや、なんかすごい真面目で、すごいこう土台支えてくれる安心感がずっと、まあ、一緒にねお仕事させてもらったんですけど、そう、はい、そうありつつの、うん、でもなんかちょっと可愛いところも見えたりとかもしつつのみたいなのがもう椎名さんすぎるって、なるほどってありがとうございます。これは良すぎるって、これは良すぎる森さんって思いながら見てました。嬉しい本当劇中と同じくなんか本当コンビ感が今出てます。やめてくださいよ、全く。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、そんなね、もう椎名に協力する状況で、はい、アメアさんをね演じられた青木さんはもう見た目今ね共通点をって聞こうと思ったんですけど、見た目がもう共通っていうかイコールになっちゃって、いやもう質問に入ってて絶対困るって分かってたから、はい、容姿で寄せていきました。ありがとうございます、まあ、作中ではね、まあ、一番コメディリリーフというか非常にピリッとしたというか、ポイントになってるねキャラクターかと思うんですけども、どうですか演じられてみて。そうですね、数ある読めないキャラがいる中でもコメディになったことでより読めなくなったキャラというような感じだったと思うんですけれども、非常に伸び伸び楽しく、リズムよく演じさせていただけまして、まあ、それこそその椎名さんが真面目ギャグタイプじゃないですか、はい、真面目にやればやるほどかわいそうで面白いっていう椎名さんとふざければふざけるほどなんかちょっといい方向に転んでいくアメヤトっていう、うん、この対比が、うん、一緒にね掛け合わせていただいてすごい楽しくて、ね、なんかどんどんふっかけていくみたいな感じにめちゃくちゃこうビシッと答えてくれ、ずっと生真面目に答え続けてくれて微妙に割り送ってく椎名さんっていうすごいアドリブめっちゃ入れられてあ、そう来るかって思ったんですよ、ね、もうさすがでした